真っ赤なスパチャいただきました。色とか選べるんですか？やばいやばいやばい、1万2000円スパチャいただきました。ありがとうございます。これは絶対読まなきゃ。身長は何センチですか？ねえ、どうや、僕は182センチで。1万2000円かけてどういう質問してんですか？ひなちゃん167センチ。今さっき返した質問。これ身長差で15センチあるんですけど、もういいカップルで一番キスのしやすい身長差。違うし、全部嘘だし。また赤いスパチャ来ました。よすごい、1枚1枚同じ方です。え、何してんですか、何ですか。これ読まないとな、はい、はいはいはい、ぜひそれは、はい、またスパチャ来てます。はあ、ありがとうございます。はい、ちょっと叩いていきますんでね、これね。はい、ちょっと読めなくて、あ、また超怖い。すいませんって、よー、気になりましたが、はいはい、質問だこれ。身長は何センチ？おいおいおい、しつこいよ父さん。別の方だ、今度別の方なのかな。ありがとうございます。別の方なの。よー、すいません、玉色学園はどこにあるんですか？ネットで調べると出てきますよ、玉色。学校じゃないんで。オンキャンパスが池袋にあって。大学なの。で、もう一個のキャンパスが新座ってとこにあるんですよ。立教大学じゃないですか。あ、またすぐ高額のスペシャルいただきます。すごっ。すいません。ありがたいですけど、ずっと。うわ、すごいスペシャルいただきました。1万2000円。ご結婚おめでとうございます。してないのに、してないのに1万2000円も払っちゃダメですって。ご祝儀早いですよ。ご祝儀早いとかじゃなくて。リナちゃんが2年後って言ってるんです。2年後もしないんでやめてください。2年後まで通っといてくださいね。あ、スペシャルいただきました。ありがとうございます。すいません。質問が来ましたね、はい、身長何センチですかってことなんですけども、なんでなんですか、毎回の配信で聞かれてるじゃないですか。止めてないから。え、ととえ、ちょっと、あ、ちょっと、うん、でも大丈夫です。ちょっとそんなことしてないんで別に。あ、ちょっあんまり仲良くなさそうですね。倦怠期ですか、うん、いや、違うんですよ、倦怠期とかじゃないんですけど。倦怠期がないです。なんか付き合ってないので。ちょっと